毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあ、頂上決戦いきます。センチャレですね。シーリアさん先制は取られた、オロチクリス、クラウザー、 SR モードやったらこれは強いです。あー、 UR 出てるわ。ロバート、 LR やんUR どころか LR か。マキシマ K ダッシュはどっちなんすかね。マキシマ K ダッシュはね、 K ダッシュにしよう。先制取られてる。マキシマとロックでメイテンか。やめます。もう一回行こう。じゃあメイテンロックはね、差がありすぎるっすね。さあではセンチャレもう一回行きます。もうあと2回かな。だからチョモランマさんね、先制取りましたね。チョモランマってあれやね、あの中国の一番でかい山ですよね。確かちゃうかったかな。エベレストよりは低いけど、エベレストの次ぐらいに高いんちゃうかったっけ。チョモランマ5000m、6000m ぐらいだったかな。ちゃうかったっけ。全然違うかったら思うけど適当に喋ってるみたいになるけど。水地と、マイクラーク無理やって。もうさっきからクラークやめていいっすかね。水地でしょ。無理やな、こんなん。リン置いとこうか。いや、リンあかん。テリーにします。てか、オズ置かんでよかったな。これなんでオズ置いてるんやろ。オズは置く必要なかった。怒りダウン、オズ、エイジに入ってたね。オズは後出しの方が良かったっすね。このまま行こうかな。このまま、いや、このままいったらユリ倒しそうやな。あかんな。ユリぐらい倒しそうっすもんね。クラークとかで。めまい。行かれたのユリですね。オズゲージ溜まりましたね。さあ、エイジを前。エイジ使うんかな？うん、ビリーか。なんでめまいすんのこれ。ほんまに。LR か、ほんまに。SR の攻撃でめまいしてますよ。ひどくねえ、これは。こう行こう。いやー、きつい。で、オズがこれ、オズだ、あの、ミズチがオズに飛んできますよね、必殺が。多分オズに飛んでくる。螺旋。溶血がっつり入るんじゃない？昇降拳からの。あれ？まだ溜まってないの？まだ溜まっていない。オズ状態上解除せよ、もうほんまに。もうさあ、ここはどうしようか。状態上食らってるも痛いな。ちょっと待ってよ、これアテナ取りに行こう。で、水地倒しに行きたい。お、ちょっと待って、倒せる可能性ある。お、これは勝機が見えてきた。まずここにアテナぶっぱでしょ。これでワンパンしてよ、エイジぐらい。よし、これクラーク水地にぶっぱしたら倒せるんじゃないの。最初クリティカルなんすよ。いきます。どう、おっしゃー、いたー素晴らしき、マジで気持ちいいな。これは復活する前にやりましたね。全く、もう全く勝てる気しなかったけど、まあ、そういうでも性能の穴をちょっとつけた感じはしましたけどね。じゃあもう一回いきます。マッチョさんね、マッチョさんちゃうな、マッチャオさんね。先制取られた。アンヘル、ビリー、まあ、ああいう感じでね、弱点をつけるならまだあれですけどね。暴走取ります。LR 空手エリザベートか、まあ、エリザベートかな。ロバートやめてくれ。マキとマガキ。ロバートは出てなかった。ああ、もうオメガルガールや、やばいっすね。まあでも暴走よりね、なんとか嫌がらせしたいところで。クリス、そうやな、オメガ後出しかな。クリス置いとこう。ここでいきましょうか。暴走とエリザベートがスキル出まくったらいいんですけどね、このメンバーやったら。もう LR2 体置いてますね。 LR2 体置いてる。うん、さあこういこうか。よし、暴走スキル、暴走スキルはなかなかいいですね。エリザもスキル、今エリザのスキルはマガキに入ってて状態上無効にしてましたね。だから怒りダウンしなかった。
これはね、これちょっと嫌な感じやな。こういくか、こういきますか。暴走、これエイジ倒すかな。必殺で倒しそうやな。まあでも使おう、やめて。よし、素晴らしき、倒さなかった。で、当然マガキを叩く。よし、だいぶマガキ削った。でエイジの呪いはチャンで食らったんで全く問題ない。リョウはクリスに行きますね。よし、チャン倒される。復活はない。クリスは何もしてないけど、まあしゃあないかな。ここは前に出しとかないとね、暴走がやられてしまうんで、まあ、これはしゃあない。あー、危ねー、撃てる。エリザベート撃てる。でビリー前かな。で次空手たまるんで、そうやな、ここオメガルガール出そうかな。出さん方がいいか。でもそうっすね、出さん方がいい。うん、この困惑とか入ってくれたらいいんやけどな。これでよし、入ってる。めっちゃいいっすね、めっちゃいい感じや。今空手は動けない。でマガキ溜まってますけど、まあこれはしゃあないな。で、暴走より困惑か。もう一回このままでもいいかな。なんせ空手、あーちょっと待てよ、オメガルガル行っとこうかな。ここ、いやもう一回このままか。もう一回このままやな。もう一回我慢や。なんせ空手に一回打たせたいっすね、リュークランブ。打たせてからオメガルガル出したい。さあどうなるか。マガキも倒したいんですけどね。めっちゃ考えてる。うん、このまま来ましたね。リュークランブ来た。なあ、クリティカルあかんてー。やめてー、暴走やばいぞ。クリティカルはいらんねんな、今の。やめてー。生きろ。うわー、そうかー。オメガ行こう。うわー、マジっすかー。これ無理やなー。空手倒せないなー。無理っすねー。ルガールどこ飛ぶかな。いや、一番いらんとこ飛んだわ、ほんで。あかん。マガキは倒すんですけど、クリティカルない。マガキ倒せないまであるな。どう？マジか。うわー、暴走生きとったらやな。これはやばい。これマジでやばい。うわー、エリザベート前にしなあかんかったの？うわ、これはマジピンチやわ。沈黙とかしてるし。きつすぎる。ここはもう出さなあかんですね、エリザ前に。で、エリザスキルないんよね、こんな時に。こんな時にスキルがない。オメガルガルゲージ溜まってるけど。このまま来ましたね。ゲージは溜まった。ほんで、これね、オメガルガルとエリザ打って、ワンチャン空手倒せそうかな。前はルガルにしとこう。もうこういっとこう。ワンチャン倒せそうな気もしてきた。困惑。あ、倒せる？倒したい、マジで。よし！オッケーオッケーオッケー。いけるね、これは。よし、倒せる。これはいける。オッケーオッケーオッケー。で、こうでしょ？で、こうかな。よし、怒りダウンも取った。ここに来てマキがいるんか。ここに来てマキはしんどいで。やばいなぁ、アンヘル沈黙してるし。うわぁ、オメガ頑張らなあかん、これ。オメガに頑張ってもらうしかない。うん、ルガール、これ使いにくいな、ほんで。まあでも使う。お、いいとこに行ったんだ。いや、どう？無理か？あの、メイリー倒したいが。よし、倒した。メイリー倒しました。おお、急ターンか。これはいけるかもしれない。オメガ復活するから、ルガール前やな。で、ここの、アンヘル沈黙が一番痛いわ。なんでこれ、ほんま、マキ。よし、倒した。しかも、怒りダウンした。次、10ターン。10ターン。ここ10ターンよね。よーし、勝ったー。勝ちましたね。よっしゃー。なんか、接戦やったけど、制しましたよ。ねえ、これで。10ターンっすもんね、これ。よーし。暴走やられたときは、ヒヤッとしたけどね。オメガルガールを使って、なんとか頑張れたかな。
マキをでも早めに出されてたらやばかったんですけど、まあその辺も助かったかな、こっちとしては。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。